岸田文雄です。えー、私のですね、えー、支持率があの出揃いまして、報道各社からですね、それがあまり高くなかったということで、えー、なんだ、あのご祝儀相場はなかったのかということで、あのざわざわしているようですけども、えー、私もちょっとびっくりしました。えー、私あの えー、総選挙の投開票日を10月31日にしまして、これあの、G20 にですね、えー、行かなくてわざわざその日にしたんですけど、これはあの、私の支持率が。 あのすいません。岸田文雄のものまね。ちょっと馬が完成できなくて、時々してね。あの私はいわばって、あの安倍さんのものまねが入りそうになっちゃうのが、ちょっと安倍さんではありません。私、岸田文雄でございます。<laughs> 中の人が安倍晋三って言葉のありです。あ、それで私の支持率がですね。あの高いうちに、えー、開催総選挙をしようと。 思ったわけなんですが、えー、実は最初から引っか,かったと、えー、このようなことになっています。ただですね、野党の皆さんに比べると、自民党に投票するという方が多いんで、やはりあの、私、解散総選挙を、あの、やってよかったなと思うんですが、ただあの、えー、この理由としてですね、あの、甘利先生が幹事長になったことが問題なんではないかと言われています。えー、甘利先生、私の、あの、総裁選の 全体本部長をしていただいたんで、あまりですね、礼遇するということは良くないという、その感謝の気持ちのあまりですね、えー、あまり先生を幹事長をさせていただいたんですけど、あまり世間には浮気が良くなかったみたいなんですね。私、あい、あの、このようにしてダジャレを言って今、 気候変動、温暖化を下げているわけなんでございますが、まあ、でも皆さん考えてみますと、その数値が高ければいいってもんじゃないんですね。支持率が高ければいいってもんじゃないんです。例えば、体脂肪率。これはあんまり高いと困りますね。私、あの岸田文雄、ミスターパーフェクト、えー。非常にスリムなイケメンでございます。あと、例えばですね、高血圧。これも困りますね。血圧も低い方がいいと。ほどほどの数値がいいと。 またですね、えー、国の,あの赤字国債の発行もですね、あんまり高いと良くないということで、えー、私、岸田文雄ですね、えー、まずまずの滑り出しあの、低い数値だからこそ、低空飛行だからこそ、ステルスで長期政権を狙う。 岸田文雄でございます、えー。ということで、えー、<laughs> あまりパッとしない出だしだと、皆さん思ってらっしゃるかもしれませんし、あのー、岸田文雄をネタにしたモギピーのコメディもですね、なんかネタがないのかと、そういうふうに思われるかもしれませんが、そんなことありません、えー、私、岸田文雄、えー、妻が作ったですね、えー、お好み焼きを、えー、食べて頑張りたいと思います。 ソースの賞味期限が消えていても別に構いません。なぜならば私は賞味期限は消えてないんです、北踏は。最初から賞味期限が終わってるというようなことは言わないでください。そんな意地悪はこのミスターパーフェクト、北、えー、文雄には似合わないと思います。よろしいでしょうか <laughs>。まあね、これでよろしいですか。まあ、支援率が低いって言ってもね、野党の皆さんに比べれば高いんで。枝野さん、待ってますよ。<laughs> 枝野さんが私の手術を抜くことはあんのかな？<laughs> 岸田でした。別にそんな腹黒くないですよ。私は岸田はミスターパーフェクトで心の中まで抹消です。まあ、それだと正解はダメ。正解。政治の世界ではね。駄目だっていう話もありますけどね。はい。<laughs>